こんにちは、サルです、10月22日発売、スパイシーチョコレートさんニューアルバム渋谷純愛物語完成おめでとうございます。そのアルバムに収録されている幸せ、フィーチャリングミスオージャー&サルに、参加させていただいたんですけれども、この曲幸せという曲なんですけれども、その幸せって何かなとまずそこから考えてみて、僕が思う幸せを、描いてみました。と同時に、ミス王者さんから見た幸せ、も詰まっていて、2人が考える幸せについて、聞いていただければ、感じていただけると思うんですけれども、皆さんにとって幸せとは何かなっていうのを考えるきっかけになればいいかなと思って、書かせていただきました。スパイシーチョコレートさんとの作業だったんですけれども、王者さんと克幸さんと、僕と3人でスタジオに入って、みんなで、こうじゃないでこう和気あいあいとワイワイと作業させていただいたんですけれども、まあ、普段プロデューサーの方と2人で制作したりすることが多いので、みんなで制作ができてすごく楽しかったです。克幸さん、1年前の約束、いつか曲を一緒にやろうという約束、こんな素晴らしい形で実現させていただいてとても幸せで光栄で、まさに幸せでした。よろしくお願いします。動き始めたんだ物語、生きることすら諦めてた僕に光ぼくれた、君は天使でも近くなれない。